今日のウィーファンです、コース風のミックスウェイというのを食べようかなと思ってますが、コースのミックスウェイ好きなんですね。動画はなぜか全く細なるものになっちゃいますが、まあいいんです。どうしていればそれは食べます。あ、そうなんだな。これ20個前、これはフライとサラダ味噌汁です。ではいただきます。まず味噌汁からね。で、ソース今日はミックスぐらいの内容は鶏の唐揚げ、メンチカツ、魚フライです。で、いただきます。20個前、初めて。甘いわ、これ。うまい。今さ、ファミリーレストランがどこにでもあって気軽に遅く食べれるんですけど、僕は子供の頃はそんなもんなかったですからね。コースはデパートの屋上になった、屋上というか最上階になったデパートの食堂でお子様ランチを食べさせるぐらいですね。そんなもんです。噴気がつきます。うまい。サラダはトマトとレタスが好きですね。それに今ちょっとすごく玉ねぎが出回っているので、それが入ってます。それでは次に魚フライにします。こんな魚の手と同じだこれ。うまい。これ何の魚かな。サメの肉だったりして一部ではお経じゃないかという話もあるんですが、謎ですね。なんすかその前。もう美味しいよね。骨すする。すごいです。急に安くなりましたね。もう半世紀の短パンですよ。暑くて暑くてしょうがない。米が買えない。もっと食べたいのに。このタルタルソースって美味しいですよね。僕はあまりマヨネーズは食べないんですけど、このタルタルソースのやつは食べれますね、やっぱり。今日はですね、朝からウォーキングに行ってきて、ちょっと天気がね、曇りだったので、あれだったんですけど、まあでも朝から歩くっていうのはいいですね。もうこれがない、これが残念だな。最近ですね、サラダバーが嬉しいなという感じになってきましたね。昔はもうサラダバーなんかいらない、餌なんかいらないやつなんですけど、最近はやっぱそうサラダが食べ放題っていうのは嬉しいことだとようやく気がつきました。サラダバーにしてもドリンクバーにしても食べ放題飲め放題ですよね。飲みに行ったら飲み放題コース頼みますし、それで経費が出るのかね。すごい美味しいですよ。ぜひ試してみてください。体に優しい感じがしますね。晩ご飯まで何も食べれないわけだし、もうお菓子とか食べたらいいんでしょうけどね。まあお菓子食べないんですよ、全然。もう3食ご飯食べるだけ。お菓子は食べないな。タルタルソースうまい。玉ねぎがいいよね。僕はね、今まで初めてよ、おじいちゃんと思って食べ物がエビフライにかかっているタルタルソースだったんですよ。どっかレストランからこれ食べに行ったのかな、幼稚園の頃ですよね。その時食べて、これはうまいわと思ってね、こんなうまい食べ物あるのかなと思いましたけど、うまいです。もう食べ物が美味しいというのは本当は美味しいね。放射線治療で時に後遺症で味覚障害になって全然味を感じなくなったことがありまして、半年ぐらいかな、味が分からなかった。だから何を食べても全然味がしないのね。欲しくない。欲しいものを欲しく食べれるのが一番幸せだなと思ってますね。はい、それでは今日もごちそうさまでした。バイ。